あれ、キャンプって今週だけか。来週だっぺ。あ、その日ゴルフとかぶってる。どうすっぺ。ゴルフクラブは昨日粗大ゴミで出したっぺ。あれ、そうだっけか。メッセージでも送ったのに。あ、どうすっぺ。おめえゴシャップ言ってんじゃねえ。このアプリダウンロードすっぺ。二人のんだ、夫婦間の予定も相談事も全部これで管理できっぺ。すぐダウンロードすっぺ。んだ、そしたら来週キャンプにも行けっぺ。すげえな、わかった。あれ、それでいいんだっけか。家族のあれこれ二人で管理。二人のだっぺ。ねえ、知っとる？二人のってアプリ。二人の？そう、夫婦専用の情報解約アプリなんじゃけ。へえ。お互いの情報が一目でわかるんじゃけ。便利じゃの。あんた昨日飲んで帰ってきたじゃろ。え、なんでわかるの？顔が真っ赤っか。それお互い様じゃけ。飲んで帰ってきたんじゃろ。飲み取り10分延長されますか。頼むわ。はい、家族のあれこれ二人で管理。二人のじゃっけ。二人のって便利さ。項目ごとにメッセージをやり取りできるんさ。子供の行事、旅行計画、親戚。ん？何この二人のちょめちょめって項目。新しく作ったんさ。どんなメッセージを送り合うんだい。二人のちょめちょめさ。二人のちょめちょめ。何変な想像してるんさ。え、一体何なんさ。二人の夫婦間脱煩悩条約交さ。なんすかそれ。お互い欲が出たらメッセージで沈めるんさ。ええ、マジっすか。家族のあれこれ二人で管理。二人のさ。ポチオの七五三いつにしはります。あれ、ポチオはまだ1歳やけど。夏休みの家族旅行はどないする。まだ冬休みも来てへんで。うん、予定入れとくな。最近から決まってへん予定ばかり。大丈夫や。二人のっていうアプリなら決まっておらん予定や相談事も全部管理できるの。じゃあ20年後は月に行こうか。宇宙旅行や。そこ乗ろうや。夢やろ。ドリームや。うち行けずやもん。なんでそこだけやたら可愛いねん。お前いくつやねん。あんた。はい、管理やで。家族のあれこれ二人で管理。二人のどす。二人のって夫婦専用アプリのすげどこ。うんうん。家族の用事を9つのグループさ分けて登録できる。例えば生活。燃えないゴミはあだたんと。家族。来週津軽さ旅行食べ。そうだ。あだの小漬1万減らせて。第二子誕生。みんなさ知らせてくるべ。帰り道こっちだぞ。家族のあれこれ二人で管理。二人のだべ。リリースキャンペーン実施中。